あう、おう、うう。なんまで。最高音で2段階上げて。クリティカルでも上げないと攻撃追いつかねえか、これ。ちょっとメンバー変えるか。コスマとハルの MP がなくなっただけ辛くなったかも。おっくで、ここでメンバーチェンジか。とりあえずペコペコと、ペコペコカナディア、いや、アンジェラでいいや。あ、大丈夫だった。解除されなかった。で、メースを、ペコはこうして、何時長以上回復。まだ回復したよ。OK。あ、集中攻撃になった。命中下げたいな。ブロックイーと、でやって、で、カバー、また回復したよ。ライフマフィン何個持ってんだよ。めんどくさいなぁ。ちょっとなかなか倒せないな。メランデはまだ残ってるか。難しいな。うわ、また回復した。うわぁ、アンジェルが倒れた。マジで。あとしたら、240回復だとちょっと間に合わないかな、私。
合わせた。なに？ああ、こいつは面白い。実に愉快だ。何事ですの？だってぶっつんしちゃったんじゃねえの？変態はすぐそうやって切れるから嫌なんですよ。それで第二形態に変身とかしだしたら付き合い切れないのです。確かにそれはやってらんねえな。それはそれで見てみたい気もするがの、お前何なんだ？嫌だよ、おいだ、そんな気味の悪いの見たくないよ。好き放題言ってくれちゃってさ、安心しなよ。俺はそんな器用な技は持ってない。もうそれなりの修羅場はくぐってるからね。こういう場合の準備は怠っていないよ。まずい。え？いや、おい、変態野郎がいねえぞ。まさか、異世界に逃げられたんだ。じゃあ、私もレコードも、奪われたままだね。そんな顔をするのはまだ早いのですよ、カナリアさん。チップ。キットさんはチップの国王の一番大事なところを持って遊んでくれたんです。大事なお友達の大事な記憶を奪っていったんです。そんな不届きも男子で許してあげないんです。ピットライフフルポッコの刑に合わせてやらなきゃ気が済まないのですよ。ってことは、案内お願いするのですよ、ハルさん。任せて。ちょっと待ってください。あの愚か者を許せないのは私たちも同じ。そういうわけだから、あたいらも連れててくれねえか。それは心強いのですよ。アンジェラとデイジが、ここで友達になるんだ。で、二人書き込んで、それじゃあみんなで行ったの。ヒットマンを捕まえてぶちめるぞ。じゃあ行こう。よし。というわけで、ちょっと待って、一旦セーブして、セーブしよう。ああ、よかった。倒せた。時間かかったな。コレクターやったらクラスターに逃げたね。コレクター？ヒットマンコレクター。やつのフルネームや。まあ本名とは限らんけどな。僕らに教えていいの？ええんや。やつはいけすかん。どうやったか知らんけど、席のフリーパス持ってるから、うちら手出しできんけどな。じゃあ、チップたちが代わりにお気を据えてくるのですよ。任せたるわ。ちょっと一旦ジャンキーポット寄ります。よかった、キットマン倒せたよ。